いや、スナパイさん、嘘でしょ？違う違う、スナパイさんそんなキャラじゃないよ。人のキャラを決めるんじゃないよ。おい、番長、番長、おい、番長、何やってんの？え、なんで？番長、何してんの？何してんの、この人。番長、何、どういうムーブ、どうしたの？番長は？は？ああ、怖い。なんだなんだ。どういうこと？怖い怖い怖い。ナイス。なになになに？どう？リンゴさん？めっちゃ。はい。あ、何？何何何何？怖い。どうした？聞く室で番長となんか番長がなんかうろちょろしてたのでそれを追ってたんですよ、ずーっと。ずっとね。で、番長止まってしばらく経ってから3時が生まれました。3時が生まれました。どういうことですか？生まれたってどういうこと？ちょっといい、うん、今のおじさん俺の声聞こえる？今聞こえる。今聞こえるね。俺も金庫室でいたのよ。で、俺喋ってたんですよ。で、金庫室でさっきなんかのおじさんに呼ばれた気がしたから、のおじさん何って言ったら、うん、何何何って言われて、あ、え、もしかして番長俺の声聞こえてた？全部聞こえてた。全部俺ね、番長の声一切聞こえなかった。番長操り人形。なんでなんで、シェリフ切っちゃえばいいんだよ。いや、俺の話聞こえない、声聞こえない、聞こえなかったもん。いや、だって普通にその状況を説明できてるし、今声聞こえるでしょ。今聞こえる。サンジがなんで出てきたのか分かんないんだけど、あれ。え、俺目線はサンジは歩いてきてたよ。え、マジで？おう、俺の後ろから歩いてきてたの？おう、おいお前、おいお前、待って、ここにいないやつじゃん。あれ、ああここに、いや、ここにいないやつじゃん。1、2、3、4、誰だ、いない、誰だ、いない。ナスピョンだよ。ナスピョンじゃないよ。ナスピョンじゃない。ナスピョンじゃない。え、はもうちょっと待って、もうぐっちゃぐちゃだ。ちょっと待って、混乱してる。どういうことだ？今までの記憶全部なくしてもらって、今回のことだけにしましょう。とりあえず、あの、声が聞こえる聞こえないは無視して、で、はっちゃんが2人いたから、僕はシェリフだったんで切っちゃえと思って切りました。で、多分切った人がダミーでした。人形が消えました。シンプルに、はっちゃんが2人いたよね、まず。で、片方のはっちゃんが夏病に変わったんよ。変わったんじゃなくて、僕がシェリフで切ったのよ。でも切ったらハッチャも死ぬでしょ。あ、だから切った瞬間、切ったから移動したって。そしたらハッチャも死ぬはずだから。そう、ダミーのハッチャが死んだということは、ハッチャも一緒に死ぬ。いや、ハッチャが生きてるから。うわ、むずー。いや、違う違う、僕積んどく、とりあえず。全然わからん。いや、もうわからん。ちょっと待って、これわかんねえや。まあいいや、ぐちゃぐちゃやな、これ。わからん。誰もおらん。そしてありえねえだろ、誰もおらんのありえねえだろ。おい、俺一人しかいねえのか。おいおい、いりますだろ。おい、いたわ。なんじゃこれ、いるんかい。おいおい、ちょっとバグり散らかしてる、バグり散らかしてる、バグり散らかしてるぞ。ちょっと、いや、開けられないし。だからもう、リンゴさんの声しか聞こえないよ。もう待って、リンゴさんどこよ。どうしたんですか？あー、声だけ聞こえる、声だけ聞こえる。私、中野ってさん見えますよ。いや、見えない見えない見えない、俺見えない、俺見えないわ。中野ってさんの後ろに見えない、見えない、見えない、怖い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 。やす、近い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 。今停電一緒に直してます。直した、怖い。見えない、見えない、声だけ。怖い、怖いですか？見えない、楽になってくる。ガチでホラーや。
されてますね。どういう動きだった？どういう動きっす？あ、今、あ、あ、あ、え、もう？なんか今俺がおったな今。あ、いや、おい、まあこれ、なんじゃお前、何見とんじゃ俺。あ、消えた。消えた。消えちゃった。はあ、うわあ、ば、バグったよ。バグった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 。はい、ミサトラン、今のコメント、今の気持ちを一言で。そうですね、心から。なんだろうな、なんか重いよな、回線が。なんだろうな。出そう。はいはい、なんだろうな、タイミングおもろ。おお、なんだなんだ。いや、スナパイさん、嘘でしょ。スナパイさんはそんなことしちゃダメよ。スナパイさん、そんなことしちゃダメ。スナパイさん、キャラに合ってない、キャラに合ってない。違う違う、スナパイさん、そんなキャラじゃないよ。ちょっと人のキャラを決めるんじゃないよ。決めたんですよね。え、待って。ええ、ちょっと待って。は？瀬戸朝日じゃない。え、ピカさんが目の前で死んだけど、これどっちだ。メインホールの除染の配線のとこです。めちゃくちゃおもろいタイミングで死ぬ。うそやー。あ、うわぁ、いやいやいや、もう声聞こえてもうてるって。声聞こえてもうてるって。声聞こえてもうてるって。いやいや、声聞こえてもうてるって。いや、ブブブーじゃなくて、いや、声聞こえてもうてんのよ。いやいやいや、声聞こえてもうてんのよ。透明になってる中なっちの声聞こえてもうてんのよ。いやいや、ブブブーちゃうくて、いや、聞こえてもうてんのよ。いや、聞こえてもうてんのよ。だからここ隠さないと。出てきてみ、今出てきた声でもう、もう、バレバレやで、もう。いや、だから聞こえてもうてるって。もう、いや、聞こえてもうてる。ハッちゃんはどこ行ったの？あの偽物ハッちゃんは。偽物のハッちゃんどこ行ったかわからんけど、もう聞こえてもうてんのよ、もうここにいるのが。アホやな。触れ切れてないのよ。アホやな。アホやな。俺らの声も聞こえてへんねん。アホやから俺らの声も聞こえてないのに。あ、そうなの？そう、いや、そうじゃないの、だって。あ、そっか。ほら、出ないとこんなことになってないから。待ち伏せしてやろうぜ。待ち伏せしてやろうぜ、これも。聞こえてもうてるって。ここで待ってよ。聞こえてもうてるって。だから戻ってくるかな。会議終わった後、白濃くしてる中野っちみんなで見よう、これ。じゃあ確かに。お、ボケ楽しそうやな、こいつ。だからミュート忘れてんの。ミュート忘れてんのよ、だから。だから聞こえてるって。透明になってる中野っちの声聞こえてもうてんのよ、中野っち。声がアホやな、ほんまに。はい、ミングチュアーン。え、待って、声が聞こえるけど見えない。あれ、見えない。絶対偽物じゃん、このスナパイな。スキンバグってんねん。スキンバグってんから絶対偽物なんだよな。じゃあ、なんちゃんだな。あ、聞こえる。ここら辺にいますね。あ、こんにちは。あ、瀬戸朝日さん二人いる。あ、二人いる。二人いる。やっちゃい。本当だ。首分身してる。え、ちょっと、ちょっとずれてほしい、ちゃんと。あ、ダミだね。ダミだね。それダミだね。どういうこと。
は今の。まあでもいいよね。これはやばい。もう